でも、硬すぎちゃって分かんないのかもしれない。そうですね。いやー、これはやばいですね。よくないですね。ちょっと叩きましょうか。ありがとうございます。はい。確かにちょっと大分に遠征に行ってから、ずっと忙しかったんですね。そうそうそう、なんか忙しそうにしてるなと思って見てましすいません、ありがとうた。結構なんかね、やっぱあちこち行かれたり。ございます。やっぱちょっとやるときにはやっとかないと、相手に、なんか、そう、前も言ってましたよ。やるね、とき多くないですか？そうですね。まあね、難しいところなんですけどね、やることがある方がいいっていう面もあるので、一概にね、休め休めとも言えないんですけど。難しいですよね、本当。なんか、やっぱり。ただもう、こういった遠征は、多分もう年内は。まあ、そりゃね、もう残り少ないですからね。多分年内ないです。また年始すぐ始めてたら、ちょっと ここですけどね、いろいろと、まあ、そういうのは、そうですね、ね。何がいい悪いって、まあ、ちょっと一言では言えないですけど。ただもう本当ライブ配信はね、全然今やってないんで、本当それだけは楽やね。そうですよね。ライブ配信は合わないっておっしゃってましたしね。合わないですね、本当。まあ家ではもう絶対ほとんどやらないよ、今はしてますから。くつろぎの場とかね、大事でそうすですからね、ね、本時間当に。は。さっきより入るようになった感はありますけど、どうですでもか？さっきより、ちょっと痛みを感じるようになりました。そうですよね。多分感触が違うんで、感覚も。おお、来た、来た、来た。はいたいたいて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 。うわ、特殊すげえ。ですね。特選でやっといてよかった。緩みましたいじりましたね。やった、やる前と後じゃ全全然、然違いま全すね。然違います。うわ、しゃあ。うおー、いいっすね。うわー、来た。気持ちいい。感触がね。かなり、まあ、読んだんで、これで肩は、これが仰向けですかね。はい、すみません。もっと器用に生きられる人それ間だっですたらよかっね。た。いやー、でも十分いろいろやられて、まあいいじゃないですまあ、やりすぎてるのはあるんですけどね。続くものは続くし、ね、続かないものは続かない。そうですね。もう結局、自分だけではどうにもならないことも多いですから、分かんないことも多いですから縁があればみたいな感じじゃないですか。そうですね。なんかでも本当、いろいろ楽しめて、本当楽しいですよ。なんかやったことない釣り行って、いきなり金アジ釣って、そこでさばかしてもらって食べたりとか。さばくのできるんですか？できないんですけど、やったんですよ。教えてもらって。へ全然さばけなかったんですけど、ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、え楽しかったです。ああ、いいですね。
あのやったことないことやるのってすごくいいですからね。そうキャンプに、キャンプの人とキャンプに行って、うん、なんか薪割ったりとか、はいはいはい、ああ今キャンプ流行ってますからね。そうそう喋れない気持ちいいです。おーなんかあのおでこからなんか突き抜けそう。すごいですね。あーおお。あーい一体全部すごい硬いです。おお角度つい、うん、なんか固定が効いてますね。なんか、うん、おーいやーいやーああ入ってきた。呼吸も止まっちゃった今。おお、すっげえ気持ち悪い。あ、その辺なんですよ。うんうん、その辺なんですよ。本当あの一回ちょっと顎ごっと上げてもらう。こんな感じですか。そうそうそうですね。今日は肩首に絞ります、はい、背中から60分の中でちょっと足までとかやれないですか、はい、編集とこじーっとこうアップに寄ってく、はい、編集の感じになるんですかね。あそうかもですね。見てますね。見てますよ。どうやってやるんだろうこれとか思いますね。あ、ズーム機能ですね。あの編集ソフトの。そうそう、ソフトの方でやってます。あったかな。
いいなと俺ずっと思ってたんです、うん、なんかあれやってるんですか、うん、音声読み上げみたいな。ああ、うん、はい、ゆっくりボイスですか。そう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 、はい、あれなんですよ、あれまあニコニコで流行ったやつで、はいはい、であのオープニング、うんうんうん、俺カットして変えたんですよ、うんうんうん、それによってなんかあの、うん、なんでしたっけ、視聴者維持率ですか、うんうんうん、なんかあれが 10% アップ、うん、すごいしたんですよ。すごいなんかいろいろなんか見たら、うんうんうん、やっぱあそこ見てあの、うんうん、前なんか渋谷のなんか主風景映してあのオープニング、あそこみんなあのカットしてる、うん、みんな飛ばして見てる人が多かったんで、あそこだけなんかグラフの数字がガンって上がって、その後あ下がって上がってだったんで、うん、あこれみんな見てねえんだと思って、うんうんうん、でもバッサリカットしたら 10% 上がったんで、なるほど。あとなるべくちょっと10分以内に動画も、うんうんうん、そうですよね。結局みんななんか最後まで見てる人って少ないんだなっていうのって、まあまあ、確かに、うんうん、だったらもう短めに、うん、前は結構20分ぐらいダラダラやってる動画があったんですけど、うんうん、なんかそういうのを 見たい人もいるけど、うん、望んでない人ものがやっぱ多いんだろうなと思って、だからまあたまに長いのあるけど、うんうんうん、まあ、普通のはもう10分以内でいいやっていう感じで、そしたらやっぱ本当数字がもう全然変わったんで、ただまあ再生回数はね あんまりなんですけど、うんうん、ただなんか動画のあれが変わっただけでも、まあ、今後変わってくんだ、うん、評価変わってくんだろうなと思えば、うんうん、そうですよね、時間とか編集とかいろいろやりながらですよね、反応を見て、そうそう、あとなんかあのボイスがうまくなんか、うん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 、今後のなんか編集の技術に役立てばいいなとは思ってますけど、なんかかっこいいね、なんか編集とかできないんだよね、本当に。いや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 、うん、なんかいろんなオープニング作ってる人とかいるじゃないですか、かっこいいオープニングみたいな、うらやましいな、いいなぁと、ね、金かけてんだろうなぁと思って、どうしたらああいう片もみの動画をみんなに見てもらえるんだろうなっていうのは、まあなんか、でも結構再生数多いのありますよね。あるんですけどね、なんかやっぱ平均的にちょっとやっぱりそこを底上げしたいなっていうのは、その一環としてあのオープニングを変えたっていう、さすがにね、カトモミする人を変えることはできないんでね、やっぱり来た人もやるんでやってるなんかやっぱりそれ編集だったり、見せ方だったり、こうタイトルだったり、ね、タイトルだったりをね、やっぱり考える、あとサムネのポロね、なんか、まあ、少し考えたりとか、なんかそういう部分なんだろうなっていうのはすごく、はい、やっぱり、うん、いろんなの見たり聞いたり、うん、教えてもらったりしながら、ですね。まあ、であとね、変わっていくことですからね、最初良くてもまたね、飽きられちゃうとかも、そこなんです、そこなんです、本当に。聞きますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チュー。